皆さんこんにちは。ガーデコジャパンの富永です。今回はガーデンシクラメンについてお話しします。白い花のガーデンシクラメンと赤い花のガーデンシクラメン。実はどちらも同じ日に苗を購入して育て始めたものです。3ヶ月ほど経ちましたが、ここに来て生育に差が出始めました。その原因が分かったのでお話ししようと思っています。ぜひ最後までご覧ください。 白い花のガーデンシクラメンの株元を見てみましょう。球根部分が見えているのがわかりますか実は白い花のガーデンシクラメンは植え付ける際に浅植えにしてあります。続いて赤い花のガーデンシクラメンの株元を見てみましょう。 球根部分は見えないですねでも深植えにしたわけではなくて他の草花と同じような感じにして、えー、フラットに植え付けましたガーデンシクラメンは株元を風通しの良い状態にしておくと生育が良くなります 白い花のガーデンシクラメンは浅植えにしたことで株元の風通しが良くなって花数も増えました新しいつぼみや葉っぱも次々と出てきているので今後も期待できそうです一方で赤い花のガーデンシクラメンは他の草花と同じようにフラットに植え付けました 決して状態は悪くありませんが、新しいつぼみや葉っぱの出方が白い花のガーデンシクラメンと比べるとやや少ないように感じます。白い花のガーデンシクラメンと赤い花のガーデンシクラメン、植え付けるときに浅植えにしてあるかどうかで生育に違いが出ることが分かりました。 球根が見えるくらいに浅植えすることでその後の生育がぐっと良くなりますので植えつける際の参考にしてみてください。